とにかくミルコのハイキックが怖かったもう頭の中もずっと24時間ミルコのハイキックだったからね。最終的に膝蹴りが入ってっていう形だったんですが、あれを聞きましたか。ちょっとなんだっけ、味噌汁に入ったから、食らったことの一般地だったので、ちょっともう一気にこう息止まったから、はい、ちょっとびっくりしたんです。自分の想定通りには試合は運べなかった感じですか。まあ最初ね、自分から、行ったんですけど、まあ、それが、まあ、それなりに良かったんじゃないかな。まあ、そしたら今後の目標というか、今後の動きをちょっと教えてほしいんですけど。今後はですね、とりあえず私1月頃の頃に息子さん生まれる予定で、それが一番、ね、来年大事なことかなと思いますけど、まあ来週に関してまた、1年間やってて、これで丸1年でね、まあやっぱりぼちぼちね、その格闘家として動きもちょっとずつこう良くなってるし、あと、まあ、またその相撲のテクニック多いけど、まあ、それなりにちょっと、そのシュートボクシングの方ももっともっと、練習やって、将来ねもう一回ちょっと見ること、試合組みたいなと思います。ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますか。Mr. Marvito, congratulations in your participation in Grand Prix. For the guy coming to MMA, what is your impression for our performance if you look all fights you're doing in that Rising event? これまでの Rising の試合を全て振り返られて、どのような印象がありましたかということで、このグランプリにも参画されておめでとうございますということで、9月と、そうですね、私も本当に相撲の時から、こういう格闘家のイベントのファン、大ファンだったんですよ。もう31位は絶対もう、お酒飲みたからね、格闘技イベント見てますから、やっぱりそのね、今回やっぱり結構いろんな、強い選手いっぱいたくさん集まって、楽しいっていうか、やっぱり見る方楽しいけど、多分やる方もどんどん楽しくなってきてるなと思います、私の方は。And also, you represent how can I say, Japan is a huge sumo culture, and we have a lot of sumo stories. Do you think you can represent a person to show to the other guys if you want to come to try to do MMA too? We have a lot of Yokozunas, champions, come to try to challenge himself first to come to MMA too. そうですね。それで日本、この非常に大きな、相撲の文化の中でですね、相撲取りの方もたくさんいらっしゃいます。で、その他にも横綱の方などチャンピオンの方もたくさんいらっしゃいますので、ぜひ格闘技の方にですね、皆様をこう促すというか、来ていただきたいというふうにも思っていらっしゃいますか。まあ、今までやっぱりたくさんこういう相撲界からも格闘界に入ってるって入ってるの方がいましたし、まあ、あまり成績良くないから、まあ、消化しているわけじゃなくて、やっぱり向こうから私も格闘技の人になりたいとか、そういう方いればね、やっぱりその格闘家の気持ちってそれぞれ違うから、
ます。やりたい人をもう手を挙げたら、まあやってもいいと思うんですけど、自分から紹介はされないなと。他にご質問ある方いらっしゃいますか？以上で終了と。